10月20日午前10時地方裁判所第4法廷。はい、どうも、イナレスです。前回に引き続き逆転裁判やっていきたいと思います。もう正念場ですね。これが煮干し胃袋事件の最後の裁判になるかと思われます。やっていきましょう。お、そっか、控室じゃないのか。始まったね。三剣、一回目はちょっとまあしょうがないにしても、二回目結構不甲斐なかったから、ここらで結構、頑張ってくんじゃないかなって予想があるんだよね、俺の中で。これより、煮干し三郎の法廷を改定します。検察側、準備完了しております。弁護側も準備を完了しております。今回は審理の最終日になります。検察側、弁護側とも決定的な証拠を提出、証拠の提出をするように。では、三剣検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で弁護人によって新しい説が提示された。殺人現場は実は第二スタジオだったという。本日は実際にコテージにいた人間を証人として呼び、その事実関係をはっきりさせたい。ふむ、わかりました。三剣のやつ今日はちょっと控えめだな。あ、でもちょっと三剣を音が上げるうんぬんって以前にさ、三剣はあれなのか、今でも煮干しは犯人だと思ってんのか、思ってんだろうな。なんとかして煮干しに結びつけようと。そうそう、確かに糸の子刑事が、いやちょっとわかんねえっすよね、いや多分ちょっと自分の中では煮干しじゃないんじゃないかなって思ってるっすみたいなこと言ってたけど、でも三剣検事はまだ煮干しが犯人だと信じてますってとも言ってた気がする。まあ今んとこ一番可能性が高いのはこの姫神さんなんだけど、ちょっと露骨なんだよな、今まで隠してきた割には。でももうこれ以上キャラもいないし、裁判中に新しいキャラが出てくるとも思えないから、もうこん中の誰かなんだよな。煮干しはまあ多分やってねえ、メタ的にね。俺がちょっと考えてんのは、まあまずこの人がなんかちょっといろいろ都合悪くなって、その部下を従えて殺したっていうのがワンポイントで、セカンドポイントがこれ全く出てないんだけど、これイブクロさんが事故ってって可能性もちょっと考えてたんだけど、そっかそっか、キュート君は見てるのか、あの着ぐるみの中に入った胃袋が殺されてんのってなると、もうほんとこの人しかありえないんだよな、まあ、監督も協力した説はちょっとあるけど、うーん、おばちゃんもありえるのか。早々にさ、あの外されてたじゃん、着ぐるみが着れねえからっつって、まあ多分おばちゃんじゃ無理でしょってことで釈放されてたけど、この煮干しのなんだろう、落ちぶりっぷりを嘆いて殺したっていう可能性も、まあ全くのゼロではないよな。容疑者1、容疑者2、容疑者3って思ってる、俺は今はね。まあちょっと楽しみですね。今日はね、2時間たっぷり撮ってあるんで、多分この1回で終わると思います。続けましょう。ざわ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 、静粛、あ、静粛じゃなかった。では証人を呼んでいただきましょう。事件当日、第二スタジオのコテージで会議をしていた姫神桜プロデューサーを、今度こそ名前聞けるかな。いや、この人も何も言わなそうだな。証人、名前と職業。ほら、やっぱ何も言わない。ああ、何、普通に言ったぞ。姫神さくら、
エイト撮影所のプロデューサー。あ、今回のネイツルゲちょっと一味違うんじゃないか。証人は事件当日第二スタジオのコテージで。そんなことはみんな知ってるでしょ。余計なことは嫌い。どうしてもやりたいなら私抜きでやりなさい。は？むぐぐ。ごめん、宣言撤回するわ。うん、全然いつも通りだったわ。では証人、事件当日のことを証言してください。なるほどくん、この人が犯人なんだよね。ああ、捜査。ああ、もうなるほど、もう決めつけてんだな。あ、もうここまで来たらもう直球でこの人だったりなのかな。絶対尻尾を掴んでやるぞ。よし。正午の少し前、第二スタジオのコテージに入ったわ。会議が始まったのは正午、終わったのは4時。それからリハーサルがあるから第一スタジオへ。そう、疲れてたからウザイに運ばせた。何、車で？ん？会議の休憩は2時30分から15分だった。ウザイと一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べていたわ。第一スタジオに行ってそこで胃袋の死体を見つけたわけ。そんなところね。前回も言った気がするんだけどさ、これ第二スタジオでやったとして第一にはどうやって運んだんだっていう、それなるほど分かってんのかな。俺は全然分かってないけど、単純に林の中を運んだって可能性もあるけど、なんか第2回の裁判の時はさ、キュータ君はもう林の中通ってたって言ってんのにさ、周りのキャラクターがさ何にも言わないのがさ、何にもつっちゃった、何にも言わないのがちょっと気になったんだけど、今回それに突っ込んだりするかな。なんかちょっと面白そうと言ってんな。証言で一つだけ気になったことがあります。疲れていたからウザイに運ばせたというのは、あ、これはちゃんと聞いてくれるんだ。車は？ライトバンがあったでしょ、第2スタジオ。あれ、ウザイに運転させたの。サルマゲドンの首もあって危なかったし。うん、でも通れなかったんじゃないの？あ、法廷記録にファイルした。ウザイが運転して姫神を第一スタジオに運んだ。なるほど。では、弁護人、尋問を。最後の勝負だよ。頑張って。迷いちゃん。ここで、なんだろう、千尋さんが首突っ込まないのいいね。いや、なんか、千尋さん、キャラとしてはさ、もっと見たいんだけど、なんか、裁判にさ、顔突っ込まれると、なんか達成感がないんだよね、プレイヤーの。なんかもう全部千尋さんのアシストでできちゃったようなもんになっちゃうから、ここちょっと自分の力でやりたいところだね。あ、そうそうで、右上のゲージもちゃんと気をつけないとな。正午の少し前に第二スタジオのコテージに入った。まあ、ここは別に聞かなくていいか。会議始まったのは正午、終わったのは4時。これは監督と一致してるな。それからリハーサルから第一スタジオへ。そう、疲れていたから舞台の運ばせたわ。なんで疲れたの？ちょっと待ってください。ウザイに運ばせたってどういう意味ですか？さっき言ったわ。ライトバン運転させたの、ウザイに。そういえばそんなこと言ってたっけ、忘れんなよ。俺が来たのそっちじゃねえんだよ。あ、終わっちゃった。会議の休憩は2時半から15分だった。それも一緒だな。ウザイと一緒にコテージ前で骨付きステーキを食べていたわ。ここまでか。一応これも聞いとくか。それを証明してくれる人はいますか？それはでもウザイもお前言ったからな。ウザイ。いや、その他の人たちは？十分でしょ。一人いれば。
でも宇佐監督はもう姫亀の言うことなら何でもヘコヘコ聞くって話したったもんな。おばちゃんとかも言ってたし、休憩時間の間に事件が起こったとすれば当然ステーキなど食べている暇はない。ステーキを食べていなかったという証拠はないかな。ほう、なるほどくん、どう？もう少したくさん喋ってくれるとありがたいんだ。もう少し喋ってありがたいんだけど、相手はやり手プロデューサーだもんね。でもきっとどこかに矛盾があるはずだよ。証拠か。ステーキを食べてないかもしれないって証拠？そんなことあるかな。睡眠薬は胃袋が煮干しに使ったものだからそんな関係ないし、これは絶対後に役に立つんだろうけど今じゃないな。でその他なんかもういらなそうなんだよな。証拠なんてあるか。まあ、もうちょっと話聞くか。この15分でステーキ食えるかって話だけど、これも行ってみるか。その時間は何を？机を叩かないでうるさいわ。確かに今まで全く言ってこなかったけど確かにうるせえわなお前はお前も叩いててそうだぞ弁護人。あっあれ三剣もうあれかな、梅尾の裁判の時のあのキレッキレの熱烈はもう見れないのかな。あの時なんだろう、2手3手上手だったからな、結局勝ったけど。休憩した時間は15分。ああそんだけか。そっか、ここも聞いたし、リハーサルも聞いてみるか。それは何時頃ですか？忘れたわ。は？ほう。思い出そうという気はないんですか？本当にな、ないわ。まあ、なんか隠してんだろうな。会議が4時に終わり、リハーサルは5時からだった。おそらくその間だろう。おそらくも何もそんなの当たり前だろうが揺さぶりもなんか限度がある気がすんだよな。前もなんだろう、3回ぐらいの段階ですぐ切り上げられちゃったし。でも話聞けって前以上も言ってたからな。聞いとくか全部。お一人で？そう。スタッフエリアには顔を出さなかったんですか？そう。会話は弾みませんね。そう？やれやれ。やりづら騒動はあるな。こういう上司とかいたらなんか、難しそうだな。始まったのか、ショーが終わったのは4時。聞いとくか。その間、席を立った人はいませんか？いないわ。本当にかな？もっと喋りましょうよ。意義ありだから机を叩くなって。え？証人はおしゃべりをしに来たわけではない。証言の邪魔をしないでもらおう。あなたもよ、ケンジさん。むやみに机を叩かないで、耳障りだから。うぐ。はあ。それからリハーサルがあるから第一スタジオへ。それは何時頃ですか？忘れた。あ、これ聞いたっけ？これは聞いたな。疲れてたから休憩は15分。うざいと一緒に骨付きステーキ食べてた。こっからなん
か証言しろってどういう証言ってか。サルマゲドンの首は確か、12時15分から4時まで現場への道を塞いでいたんだよな。うん。会議の休憩は、2時半から15分だった。ウザイと一緒にコテージ前で。もう、きっとどこかに矛盾あるか？難しいな。前の裁判もそうだったけど。正午の少し前に第2スタジオ。始まったのは正午、終わったのは4時。リハーサルがあるから第1スタジオへ。うん。まああれか。林を通んなくても可能か。第2スタジオで殺して、それで車で死体を第1スタジオに運んで、で、あたかもそこで見つけたかのようにするっていう手はあるよな。疲れていたからウザイに運ばせ、ん？この運ばせたってさ、死体を運ばせたってこと？ああ、でも、そっか。姫神を第一スタジオ、ん？これ関係ないでしょ？これもない。これはあるだろうけど、後でだもんね。ああ。わかんねえ。本当にわかんない。2時15分から4時まで現場への道を塞いでいた。だから、サルマゲドンは、この時だったよな。で、終わった後に、第一スタジオに行ったんだよな。証言によれば。それから第1スタジオ、リハーサルがあるから第1スタジオへ。そう、疲れていたからウザイに運ばせた。で、4時にはもうすでにサルマゲドンは消えてたんだよな。てかまあ、どかされてたんだよな。待って、めちゃくちゃ難しくない？会議の休憩は30分から15分だった。45分まで休憩だったんだな。で、その時にウザイと一緒にコテージの前で骨チキステーキを食べていたと。うん。まあ、多分突きつけるとしたこのライトバンだと思うんだけど。となるとあれなのか、監督も姫神もグルってことかな。これです。運んでたとしたら死体を。矛盾なんてあるか？なさそうなんじゃが。あとまあサルマギ、これ絶対どっかで今まで使ってこなかったもんね、証拠として。絶対なんかあるはずなんだけど。いやでも、突きつけ失敗するとさ、上のゲージが減るからさ、怖いんだよね。ここはちょっとどうでもいいわ。なんかこの辺、そう、疲れてたってのもなんで疲れ、まあまあ別に会議で疲れてたって可能性も全然あるけどさ。2時30分から15分間だった。
待ってよ。いや、多分違うような気がするけど、正面座と、うん、第2から第1行きのにゲート通んないから、別に写真も撮られることもないんだよな。それも関係ないのか。なんか見落としてんのか。まあ、見落としてんだろうな。なんか、マジで時間制限なくてよかったわ、本当に。証拠も集められるだけ集めたと思うから、ちょっと分かるまでカットして考えます。はい、カット挟んでからまあ5分ぐらい考えてたんですけど、やっぱちょっとどうしても明確な矛盾っていうのが出なくて、まあ、まずこのライトバンっていうのは、こんな死体を第2から第1なんて運べるわけがないじゃないってって言われた時に出す証拠だと思うんだよね、このライトバンは。だからこれはないと。これは関係ない。これも関係ない。これは多分、動機なんで殺したかみたいな。これ横の女性あなたですよねとか。だから邪魔になったんじゃないですかみたいな。まあ、これも今ではないと。で、これ関係ない、これ関係ない。だから本当考えられるのが、これが何らかの理由で実は4時じゃなかったと。だから、4時まで、会議して、で、4時以降に第一スタジオに行ったと。これか、ただでもこれがもしかしたらちょっと4時とか4時じゃないとか。っていうのと、もう一つは、これ休憩時間がちょうど被ってるよねっていう。だからちょっと今のところ突きつけられないとこれしかないんじゃないかなって思うんだよね。だからとりあえずちょっとやられるの全然関係ねえですよって言われる覚悟でちょっとこれやってみるわ。いやー、間違ってないでほしいけど、でもちょっと本当に思いつかないんだよね、私の頭じゃ。なんか見落としてる可能性も、まあ、なくはないだろうけど、一旦これでいきたいと思います。くらえ。今の発言はこの証拠品のデータと矛盾しています。あー、違うか。どこがですか。特におかしいところはないが。え、そうですか。異議は認められません。弁護人はもっと慎重に発言してください。くそ、しまった、失敗したみたいだ。まあちょっと似てんじゃねえのって思ったんだけど、でこれ骨付きステーキ食ってたって話だったもんね。なんかどっかで誰かがなんか証明してくれる人いますか。うざい。いや、その他の人たちは十分でしょ。一人いれば。休憩時間の間に事件が起こったとすれば、当然ステーキなど食べている暇はない。ステーキを食べていなかったという証拠はないかな。だからこんなん、ないんだよな。強いて言うなら、前の、裁判で、ウザイはずっと骨付きステーキ食えてなかったんだよねってことをすげえ信用に言ってたんだよね。で、あの、で、その後に、じゃあなんかちょっと証拠品だかなんだかを提示した後に、ああ、ごめん、やっぱ食ったわって。切り替えたから、なんだよってその時思ったんだけど、もしかしたら本当に食べてないのかもしれない。本当に食べてないから、あの食い張ってる性格で、食えなかったんだよな、食えなかったんだよなって、ぶつくさ言ってたって可能性はあるんだよな。だから本当に食べてなくて、実は人を殺してて、その間にっていう。可能性も全然あり得るんだけど、でもステーキを食べてなかったっていう証拠がないんだよな。だってこれはさ、ね、スタッフエリアのステーキの皿だし、これ関係ないし、これも関係ない、ないないない。
待って、休憩2時半からで、でもスタッフに作らせたって言ってたよな、監督は。だから別になんだろう、出前とかで、あれ、第2スタジオ行けねえじゃんってことでもないんだよな。そんなものがない。まあ、サルマゲドンは2時15分。まあ、別にあのステーキの皿は、後から用意できたっていう可能性も、なかないんだろうけど。え、だったらもうこれしかないんだけどね。出前で持ってこれるわけがないでしょっていう。コテージ、あ、待って、コテージの中ってあったっけ、キッチン。ちょっと覚えてないわ。いや、関係ないな。ステーキを食べてなかった証拠？睡眠薬はだってさ、あれっしょ？胃袋が煮干しのステーキに仕込んだってだけで、別に全部のステーキが睡眠薬に侵されてたってわけでもないから。あー、でもあれか、みんな似たような時間に飯食ってた。12時とか1時ぐらいにスタッフルームで、スタッフエリアでみんなステーキ食ってたんだ。こっちにステーキはあるけど、第2位はこれがあるから持ってけねえじゃんってことなのかな。なんでステーキがあったんだっていうことになるのか。会議の休憩は、2時半から15分だった。ウザイと一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べていたわ。だったらもうここしかないの？もう本当にこれしかないような気がするんだけど。え、集めてない食品とかあったりするかな？そんなことはないと思うけど。最低限の証拠品集めるまで次のパートに行けないっしょ、いくらなんでも。となると本当にもうこれしかないけど、これで行ってみたいと思います。いや、あー待って、このパターンはまずい。あー、うわー、失敗したー。はぁ、え、じゃあ、いや、でも絶対なんかあるはずだ。会議の休憩は2時30分から15分だった。サルマゲドン、いや、絶対関係あるはず。ないはずがない。これは絶対後だ。これは関係ない、今は。これか？2時30分の段階でステーキが来るはずがない、出前だとしてね。でもスタッフに作らせたって言ってたもんな。いやでも、コテージ、いや、あったっけな。だって、これも胃袋でしょ？胃袋が午後2時で歩いてきてるわけで、で、2時半に死んだから、その間になんかあったんだよな。で、多分、煮干しが、このサルマゲドンを通過したのは、サルマゲドンの首が落ちる前だから、ここは通るだと。めちゃくちゃまずいぞ。ちょっとこれ、取り直しの可能性があるな。いや、もうこれしかないんじゃないか？突きつける場所が間違ったってだけで。まあ一応まだ3チャンスあるから行けなくはないけど、もう一回考えてみよう。これは多分ドアと箱の中だから、これは多分関係ない。これもスタッフエリアだから関係ない。
まあでもスタッフエリアでキッチンがあるってもおかしくはないんだよな。あ、てかスタッフに作らせたって話でスタッフエリアだからスタッフはここで作ったってことなんじゃないの？とするとやっぱこうなんじゃないのか？これで頑張ってみよう。あー待ってまずい。すげえへこむんだけど、どない成虫？ステーキ食ってない証拠だよな。だって別にうさいがぶつくさ食えなかったみたいなことは言ってねえし、証明してくれる人はうざい以外にいないわけでしょ。ステーキを食べていなかったという証拠はないかな。うん、やっぱな、やっぱこれ証拠集めきれなかったってことか。終わったのは4時。リハーサルからが1、2、疲れていたからウザイに運ばせた。でステーキのことに突っ込めばいいわけだから、突っ込むとしたらこの休憩時間とこの骨付きステーキってとこなんだよな。で突きつけられるもの、これはダメ、これは突きつけてくるダメだった。これ関係ない、これも関係ない、これも関係ない、これ、 あるとしたら、まあ、手前で持ってきたとかで可能性考慮してこれ突きつけたんだけど、どっちもダメだったし、なんかちょっとこれ本当に、あスタッフ、うんうん、もうちょっとこれ負ける覚悟でこれ提示してみてます。おかしいですね、ステーキの皿は全部こっちにあったんですがみたいな。わかんないもん、あんまりにも。これがダメだとしたら多分証拠を集めきれなかったことだから、となるとやり直さないといけなくなる。あ、え、これなの？思った通りそうきましたね。骨付きステーキを食べていた。しかしそれはおかしいんです。え、これ俺が言ったことと同じってこと？スタッフルームに、しかステーキの皿は、いやでも、第二スタジオにもあったけど、皿は。どういうことですか？これを見てください。皿ですか？これはスタッフエリアのテーブルにあった皿です。ご覧のように大きな骨が残っている。当然だろう。骨付きステーキなんだから。そう、当然です。しかし、思い出してください。あ、なかったのか。あ、ちょっとそれ覚えてなかったな。コテージの外にあったテーブルの上を。なかったね。あ、そうか。あ、これはちょっと完全に見落としてたわ。あ、なるほど。証拠品以外にもこういうとこに目ざとくないとまずいんだな。あ、なるほど。で、焼却炉で、どうやってステーキを片付けたかっていうと、焼却炉で消し炭にしたってことか。このテーブルの皿の上には、骨は残っていない！お、初めて動揺した。姫神さん、もし骨付きステーキを食べたなら、当然ですが、骨が残ります。つまりあなたは、おっとと、危ね危ね、骨を食べた。骨なしステーキを食べた。ステーキは食べなかった。まあ、これだな。あなたは休憩時間中ステーキは食べなかったのです。きっとステーキは焼却炉にでも捨ててしまったのでしょう。あ、ここで言うか。では、姫神さんは休憩中何をしていたと。決まっているじゃないですか。うざいをじまっていた。まあこれもあるかもしれないけど。どうなんだろう、これ今ゲージ出てないからこれ間違えてもいいのかな。
あ、ちょっと怖い、ちょっともう、後がないから、ちょっとこっちにしとくわ。もちろん、殿様に会っていたんですよ。そう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 。静粛に、静粛に。まさか。その通りです。ステーキを食べるため、コテージを出た姫神さんは、殿様に出くわしたのです。そしてあなたは彼を、殺害したのです。その手で。ああ、でも、結構動揺してるよ。ああ、じゃあもうこの人に確定なのかな。弁護人。その発言は問題が意義あり。ミツルギ来たね。どういうことだ。なるほど。君は、なんかもう、弁護人とかって言わなくなってきたね。なんかもう、どんどんなるほどっていう回数が増えてきたというか。君は、構わないわ。お？私がやった、と？はい。面白いわ。久しぶりに退屈を忘れられそうね。いいわ。これからあなたと私の知恵比べと行きましょう。受けて立つぞ。なるほどくん、しっかりね。いや、でもちょっとハンデが過ぎるぞ。ハンデってか、俺がただ間違えまくっただけなんだけど、3回もミスったからな。そうね。確か、凶器はトノサマンスピアだったわね。はい。私、見た通り、か弱い女よ。こんな私が重いスピアを自由に扱えると思って？ここは間違えたらやばいな。めちゃくちゃ重いって話だったよな。押し付けたとかあるかな。実はスピアでは殺してなくて、あの花園の柵で柵に押し付けて殺して、でウザイにスピアを持たせて、あたかも槍で死んだかのようにするってことかな。だとしたら無理だと思うになるけど、この分からないってのがクセモノだな。多分できると思うってのは違うと思うんだよ。なんかアニメとかだとよくね、めっちゃ細いキャラクターとかでもめっちゃ重い武器とか振り回してるけど、基本的に現実では筋肉量比例するからな。できると思うは多分違うと思う。だとすれば無理だと思うかわからないかになるんだけど、わからないってのはなんかダメな気がするんだよな。怖いから一旦ここでセーブしよう。で、下に、うん、あるから上にセーブする。 OK、 よし。最悪間違えてもここからやり直せる。最初の3回は甘んじて受け入れるわ。無理だと思う。まあ、あなたでなくてもあれを武器にして戦うのは普通なら無理でしょうね。わかってるじゃない。でも、そんなことはこの際関係ないんですよ。ほう、どういうこと？凶器はトノサマンスピアではなかったんですからね。やっぱりあの、兵を使ったってことか。な！これで正しいっぽいな。何を言い出すのですか？スピアは死体のそばに転がっていた。転がってただけなのか？なんかぶっ刺せってるもんだと思ってたけど、証拠をお見せしましょう。トノサマンスピアが凶器ではないという証拠を。あ、そっかそっか、ガムテープで修理したもんな。うん、まあじゃあこれじゃないか。さすがに証拠は言うまでもなくこいつですよ。凶器そのものだと。いいですか。午前中の打ち合わせでこのスピアは一度折れている。折れたスピアを修理したのはおばちゃんです。ガムテープでね。
そんなもので分厚い着ぐるみを着た被害者の胸を刺せるわけがない。来たね。静粛に。弁護人、どういうことだ。自分が何を言っているか。お黙り。私を無視しないこと。うむむ。あれ、蜜力本当にこれ出番ない感じ。なんか蜜力うんぬんとかじゃなくてさ、なんかもう私との知恵比べって言ってたしね。お前マジで今んとこいいとこないぞ蜜力。今回の話においてどういうことかしら。自分が何を言っているか分かっているの。トノサマンスピアが狂気じゃないというなら、一体胃袋はどうやって殺されたっていうの。どうですか、胃袋さんを殺害した狂気を提示できますか。あれが兵だとしたらもちろんできないだな。もちろんできません。もちろん。なんだその態度は。まあそうなるわな。わからないにしてももう少し言い方があるでしょう。え、しまった、思ったことをそのまま言ってしまった。大人の世界は気を使うんだよな。ああ、まあペナルティがないだけよかったわ。え、でも嘘ついてんじゃんこっちは。まあまあしょうがないからやるけど。できなければこんなことは言いません。いつもながらうさんくさいほどの自信ですね。そんなこと言うなよ。では示していただきましょう。胃袋さんを殺害した凶器を。え、これか。なるほど、提示はできるのか。まあ、だったらこれしかないな。となると姫神がこの写真を回収しようとしたっていうのにも納得がいくね。この写真を見てください。なんですかこれは。階段の上にいるのは胃袋たけしですか。ざわ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 。静粛に静粛に。騒ぎが収まらなければ審理を中止しますぞ。弁護人、どういうことですかこれは。今から5年前、映画撮影所で不幸な事故がありました。そっか、ヒミガメがその辺ストップしてたから世に知られてないのか。あんまり見ての通りの事故がね。このことは一切外部には知らされていなかった。エイトだけの秘密だったのです。それが今回の事件と何の関係があるというのだ。蜜月検事、まだ分かりませんか。階段から転落して鉄柵で胸を刺されたこの男を見て。ああ、なんということだ。この事故があったのは今から5年前でした。それと同じことが。うわあ、再び起こったのです。来たねは。なるほど君、続きなさい。事件があった日の午後2時30分、姫神さくらはこれコテージの外で胃袋さんと会ったのです。そして彼女は故意か事故かは分かりませんが胃袋さんを突き落としたのです。鉄柵の上に。5年前胃袋さん自身がそうしたように。うん、お、動揺してるぞ。ただまだ笑ってるからまだ崖っぷちではないのか。つまり被害者は、胃袋たけしは自分が人を死なせてしまったそのやり方で今度は自らの命を落としたというわけか。そういうことになりますね。よくできた話。その出まかせの才能、うちの脚本家として欲しいわね。何か反論がありますか。まあまだあるんだろうな。いい、あなたの言う通り胃袋がコテージで死んだとしましょう。でも実際は死体は第一スタジオで見つかったのよ。悪大官の着ぐるみの中からね。死体を第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる、そんなの休憩時間の15分じゃ絶対に不可能よ。
一体私はどうやって死体を始末できたというの？それはもう、コテージでは2時30分から15分だけ休憩を取った。その間に胃袋たけしを階段から突き落として殺害して、第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。確かに時間的には無理があるな。ふむ、確かに。いかがですか、弁護人。死体の問題については。他の方法、まあ、俺が考えてるのは、このバンで第一スタジオに行った時に運んだと。そもそも運んだって言い方がもうおかしいです。おかしいしね。やはり確かに無理がある。ちょっと待って、今なんて言ってた？あ、まあ死にはしないか。今あれだよな、休憩時間中に運べるのは無理がいけるかねって話だったよね。だとしたら無理があれでいいのかな。確かに時間的に15分じゃ無理ですね。そうでしょ、無理なことはできない。だから私は犯人じゃない。よろしいかしら。よろしくありません。は？死体を運び出す方向が他にもあったらどうでしょうか。どういうこと？何も、無理に全てを15分に収めることはない。あなたには死体を運び出す方法が一つだけあったのです。う、いいわ、聞かせてもらう、聞かせてもらいましょう。では弁護人、示してもらいましょう、死体を運んだ方法を。まあ、これですな。姫神さん、あなたは死体を第一スタジオに運んだのです。このライトバーに乗せて、あ、来たね。あなたはさっきこう証言しましたね。会議の後リハーサルがあるから第一スタジオへ。疲れていたからウザイに運ばせたわ。ライトバーがあったでしょ、ウザイに運転させたの。あなたはライトバーに死体を乗せて第一スタジオへ行ったんだ。そしてみんなが集まる前に死体を着ぐるみに入れたんです。意義あり。ちょっと待て、ライトバンを運転したのは宇佐監督だったはずだ。弁護人は宇佐監督が共犯だったというのか。まあステーキの件嘘ついてたから多分この感じはそうなんだろうな。当然宇佐監督は共犯です。死体をライトバンに包み込むのも着ぐるみに入れるのも姫神さん一人では無理ですからね。確かに。それに殿様の着ぐるみを始末させたんじゃないですか。ほう、そっか、現場では着てなかったのか。胃袋さんの血がついていますからね。確かに。おそらくあの小さな消火器で焼いたのでしょう。どうですか姫神さん、まだ続けますか。あー、でもまだ不敵な笑みを崩さない。もう結構あなた見かけ以上にやるわね。最初3回ミスったけどね。ふっ、私の負け、楽しかったわ。え、認めるってこと？え、やった。え、いや、これで終わりなわけないよな。あの、それで？確かに。もっとなんかいいよ。ん？ん？じゃありませんよ。何か言うことはないんですか？何を言えばいいの？え？負けましたわ、とか、なんとか。それならさっき言ったわ。つまり、姫神さくらさん、あなたですね。胃袋たけしを殺害したのは。でも、みつるぎも何も言わない。え？わからないわ。は？なんでそうなるのかしら？
いい？私、あなたと知恵比べをしたのよ。その結果、確かに私、犯行は可能だったみたい。その通りです。でも、それはあくまで可能性の話。証拠となればまた別よ。確かにそうだな。別に、ウザイがやった可能性もあるし。なんなら他にもお偉いさん方とか、まあキャラになってないから多分違うんだろうけど、お偉いさん方とか、あとボディーガード、ヤクザみたいな、あれがやったって可能性も全然あるよな。ヤクザの話とかだと よくあるもんね。偉い人が撃つんじゃなくて下っ端に撃たせて、下っ端が全部爪かぶれみたいな。そういうあれか？決定的な証拠、ないじゃない。なんですって？はあ。静粛に。ミツルゲ検事、どう思われますか？お前もわかんねえのかよ。何しに来たんだお前。むむむ。もちろん、証人の言う通りである。もう、もう弁護したくなくなってんじゃん、もう明らかに。確かに極めて怪しいが、証拠となるとない。ミツルギのやつが迷ってる。どうしたのかしら。私は今日証人としてここに来たのよ。質問がなければもう帰るわ。くそどうする。いや、これは絶対ないな。あなたがやったんだもん。え、証拠なんてあるかな。いや、でもサルマン、あ、やっぱあれだな、難しいな。最初だけかと思ったけど、一筋縄ではいかないな。もう一度証言。まあでもこれバー出てないから多分これやり直しできんだろうけど、ちょっと一旦ちょっと強気に出てみるか。君神さん、あなたがやったんだ。それは質問じゃないわ。あなたがやった。そういう問題じゃねえよ。いいえ、弁護人、どうもその質問には意味がないようですね。くそどうする。まあでもこれしかないな。もう一度証言をお願いします。もう一度ですか。諦めの悪い男。いいかしら、私もう一度証言することになってもさっきと全く同じことしか言わないわよ。それこそ一言も漏らさず完璧に同じことをね。そうしたらあなたどうするの。うむむむむ。同じ質問をして同じ答えを聞いて、時間の無駄よ。くそ今度こそこれまでか。え、また千尋さん出たりとか。え、では質問もないようなので、これで姫神さんに対する質問を終了します。お、みつるぎ、お前どうしました。みつるぎ検事、異議を唱える間に何か質問を考えようと思ったが思い浮かばなかった。お前さ、お前さ、そうですか。では、あれ？なんでお前、さっきからもう株上げようとしたり下がったり、今んとこ上がってないからな株は。お待ちいただこう。証人、もう一度証言を。あなた確か検事でしょ。なんでそんなにしつこく私を。とにかくもう一度だけ証人の話を聞きたい。どういうことなの裁判長。さっきと同じことまた繰り返すのかしら。
御剣賢治、同じことを証言してもらうわけにはいきません。一体何を証言してもらうのですか？うむ、それは。お前さ、お前さ、考えつけ、なんか。そうだな。その、死体を発見してから後のことをお聞きしたい。死体を見つけたから後？わかりました。まあでも確かに、聞く場所の状況を変えれば、ボロが出るかもな。では、証人、証言をお願いします。ふぅ。奈良田くん、どうして、御剣賢治が？さあね。あいつにも分かったんだろ？誰が犯人か。でも、被告人をみんな有罪にするのが俺のルールだって言ってたよな、確かに。なんなら、賢治の仕事は、今、なるほどは、ねえ、煮干しの弁護で来てて、検察は煮干しが犯人だって言いたいから、この裁判が成立してるわけだよね。だったらもう、偉そうに言ってたのに。御剣、心が変わったってことか？ちょっとあんまりにも、無能ぶりを晒し出してたけど。まあでも結果的にはギリファインプレイだったな。裁判官を納得させただけでも、死体を見つけた後のこと。死体を見つけた時は、うざいや警備員のオーバーがいたわ。スタッフの子供いたし、いなかったのは煮干しだけ。すぐに警察を呼んだわ。煮干しも遅れてやってきて。警備員のオーバーが大騒ぎだった。こいつが犯人だって。私はその場にいなかったことにしてもらって、一旦コテージに台本や演出ノートを取りに戻ったわ。そして、その日は、そのまま帰ったわね。ほう。この証言に特に問題があると思いませんが。なるほど、くん。尋問を。なるほど、くん。あと一押しだよ。あの人、強がってはいるけど。なるほど、くん。もう追い詰めてるいるんだから。最後の鍵を見つけたら、きっと勝てろよ。うん。いや、迷いちゃんの、なんか、チアリーダー感、いいね。勇気づけてくれる。見つけたときは、うざいや、警備員の。お前は、うざいと一緒に来たのではないのかい？それは何時頃のことでしたか？リハーサルの集合時間は4時、5時だったから、その頃だったと思うけど、あなたと宇佐井監督は何時にスタジオへ？その10分ぐらい前かしら？死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったわよ。待てよ。4時すぐ後に行ったって言ってたよな。いや、すぐと言ってなかったけど、終わって4時に行ったって話だったもんな。もうちょっと揺さぶってもいいんじゃないか？姫神さんがスタジオに着いたとき、他のスタッフの皆さんはまだいなかったわ。え？それならば、宇佐井監督に手伝わせて死体を着ぐるみに。お待ちなさいな。だからさっき言ったでしょ。死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったって。人の話はよく聞くものよ、僕。僕。え、年いくつだっけ、この人。ああ、まあまあ、10歳ぐらい違うか。なるほどが、御剣のためで24だからな。少年、続けてください。スタッフの子もいたし、いなかったのにもしだけ。スタッフの子ってのはあれかな？あの子のことかな？メガネの。いなかったな、煮干しだけ。すぐに警察を呼んだわ。煮干しも遅れてやってきて。警備員の大場が大騒ぎだった。こいつが犯人だって。
私はその場になかったことに、なんでそうしたんだって話になっちゃうじゃん。現場が第一スタジオだったから、まああなたと宇佐井監督は違うんだろうなってことになって、なんとなく納得はできたけど、容疑者の一人だからな。スタッフの子もいたし、まあこれ全部聞いとくか。単純にあれだよな、三剣は今なんかこっちの味方をしてくれてる素振りがあるから、切り上げるようなことはしないはずだよな、いくらなんでも。煮干しさん、昼寝をしていたんですよね。本人はそう言ってるわね。誰も呼びに行かなかったんですか？死体。は？死体を前にして、そんな冷静でいられるわけないでしょ？殺人犯だって言われてもそんなに冷静なくせに。確かに。よく言うよ。あ、まあまあまあ。この選択肢が出てさ。うん。逆だよな。だってさ、おばちゃんは煮干しがあったって言ってたわけでしょ？逆？殺人が起こって一人だけいない人間がいたんですよ。探しませんか？普通。ふむ。その通りですね。いかがですか？少年。ふん。そりゃ理屈はそうかもね。でも、実際に私たち、それどころじゃなかったの。それに、煮干しは殿様の着ぐるみを着ないといまいち目立たなくて。よくロケバスに置いてかれたりしてたわ。そうなの？あの図体で？かわいそうな煮干しさん、本当だよ。ふむ、それじゃあしょうがないですね。では、証人、続きを。ちょっと水飲もう。なかなかの長丁場だわ。時間取っていてよかった。すぐに警察を呼んだわ。でも煮干しも遅れてやってきて、まあまあ全部揺さぶっとくか。煮つるぎも黙っててくれるっぽいし。その間皆さんは何を？誰も一言も口を聞かなかったわ。重い重い沈黙。そこにやっと起きた煮干しがやってきたわ。遅れちゃった、許しておくれ。え？って言いながら、その場がさらに凍りついたわね。なんだよ。今凍りついてるわ、空気が。こんな感じにね。あ、こいつ、やっぱ小中だと違うな。余裕があるわ。小中はさ、証言台に立つまではあんな大物ぶってた割にはさ、ちょっと疑われただけですぐ動揺してたけど、姫神は強いな。なんか強いキャラって感じがするわ。ねね、なるほどくん、どうしてかな。結構面白いのに、お前。それはあなたがね、ちょっとまあずれてるからなんだよな。重い雰囲気も和みそうなもんだけどね。警備員の大場が大騒ぎだった。大場ってあのおばちゃんだよな。おばちゃんはどうして煮干しさんを？彼がスタジオに向かうのを見たからと言ってた。ああ、殿様のことか。まあもちろん。刑事はおばちゃんの証言だけで煮干しさんを逮捕したんですか？さあ。後で聞いた話では彼女、写真を刑事に渡してたみたい。例のゲートのカメラが撮った写真だよな。まあ彼女、胃袋のことになると見境がなくなるから。とにかくに手がかりになりそうなことはないかな。うん、ここが一番怪しいよな。いなかったことに？そう。他の人は取り調べを受けたみたいだけど、私、ああいうの嫌いだから。なんでそんな自分勝手なことを？例と撮影所の人間は思いやりがあってね。会議をしていた私たちが犯人のはずがないからってかばってくれたの。よく言うよ。会議に出ていたのは偉いさんにスポンサー。どうせ例のプロでも使ったんだろう。あのヤクザたちね。一旦コテージに台本や演出ノート取りに戻ったわ。なんで？台本や演出ノート？
大事なものよ。盗まれちゃまずいわ。まあそれはそうですね。今の選択肢が出てさ、もっと揺さばられないことってあるのかな。ちょっと待ってくださいよ。そもそも第一スタジオにはリハーサルのために来たはずです。なんで台本やノートを持っていなかったんですか。リハーサルなんかできないと思ってたから。なんで、どうしてです。殺人があったでしょ。何にしてもリハーサルなんかできるわけがないわ。まあそれはそうか。なんでそれを事前に知ってたわけ、あなたは。ああ多分第一スタジオに死体があるから持ってかなくていいかってならねえだろう。では証人、証言を続けてください。お、証人、今の発言、お前が言うの。今の発言には問題がある。なんだって。よろしいか。リハーサルがないと思ったから台本を持っていかなかった。それではまるで、コテージを出る前からすでに死体があると知っていたようだ。あ、口を滑らしたな。静粛に、三剣事。今の発言ですが、確かに指摘の通りです。しかし、検察側の人間の取る行動とは思えません。確かにな。まるで、そう、弁護人ではないですか。え？ご心配いただくのはありがたいが、私の取るべき行動を決めるのは私だ。あ、じゃあ、密林の中ではもう固まってるわけか。煮干し疑ってた。まあ、元よりそこまで強く疑ってなかったもんね。第一でも第二でも。なんか、なるほどにいいように言われてたし。もともとそこまで煮干しに強い疑いをかけてなかったと。さあ、証人。答えていただきたい。ミツルギに助けられた。ふん。拳銃は弁護士とグルってわけ。まあそう思われても仕方ないな。まあいいわ。あたくし、そういう意味で言ったのではなくてよ。リハーサルがないと思ったのはそれなりの理由があるわ。ふむ。では証言を修正してもらいましょう。怪我したほ、怪我、補填って読むとこだった。怪我した胃袋にアクションは無理だから。怪我した胃袋？怪我したのは、煮干し、じゃありやせんか？どうして怪我のことを知っているんですか？どうしてって。うざいよ。あいつから聞いたわ。うざい監督か。ちょっと、なるほどくん。今の証言よく聞いて。なんか変だよ。そうだって監督をずっと会議したんだもんな。そんなわけないよな。何か見落としたか。ここで何かを見つけられなかったら今までのことがみんな無駄になっちゃうんだよ。なるほどくん信じてる。だからなるほどくんも。はあ。これはもう、じゃあもう、どこだ？え？何を見せればいいんだ？ん？何を見せればいいんだ？え？いや、怪我したのは煮干しじゃなくて、あ、じゃあね、あの、胃袋じゃなくて煮干しだから、なんで胃袋が怪我したうんぬんって話を持ってくるんだってとこじゃん？そこはわかんだけど、何をどうすればいいのかわかんないんだけど、何を突きつければいいの？これは関係ないよな。これか？いやでもちょっと変な突きつきはしたくないんだけどな。何？もう一回揺さぶってさ、
なんか誰か突っ込んでくんない？あー、言わない。あ、ウザイがいなかったことを証言すればいいのか。ウザイがいなかったことさえ証明できれば、これ関係、どこだ？何を持ってけばいいの？今のウザイがうんぬんってことに、やゆちゃんじゃねえや、あのまゆちゃんは反応してるから、そこを引っ張り出せばいいのは分かんだけど、何を出せばいいの？この写真だと煮干しか胃袋か分かんないし、そもそも怪我したのは煮干しだし、胃袋は怪我してないんじゃないの？足くじいたのは煮干しだよな。これも1回出したからな。同じ証拠品2回出すってことある？ないよな。午後2時30分、違う。ちょっと黙っちゃうな。これは違う。でもここあれだよな、怪我した胃袋にアクション、あ、無理だったから持っていかなかったのっていう。怪我したって何で怪我したわけ？ウサイはあっちに行ってないから分かるはずないし。ちょ、念のためこれセーブして、万が一失敗した時のためにね。絶対ここだよな、出すとしたら。何を出せばいいんだ？言いたいことは分かってんのに。ついにこれか。これか？ちょっと一旦これ出してみようかな。これは、煮干しの怪我のふりをしてる胃袋だって。お、正解っぽいぞ。怪我をした胃袋さん。ちょっと待ってください。怪我をしたのは殿様の方。煮干し三郎なんですよ。なんだって？なるほど、君。どういうことですか？裁判官、もうちょっと、もうちょっと頭いいものじゃないの？ここまで来ればわかるだろう。確かに胃袋さんは薬師を引きずっていた。しかし、それはあくまで煮干しさんのふりをするためだった。
どういうこと？午前中の打ち合わせで確かに怪我人が出ました。しかしそれは荷星さんであって胃袋さんではない。なぜあなたのは怪我したのが胃袋さんだと思ったのですか？あ、うざいに聞いたんだよ。そうだ、あいつが勘違いしたのさ。それはありえません。うざい監督は打ち合わせに参加していました。だから荷星さんの足の怪我のことはよく知っています。彼が間違えるはずはない。いたんだ。そこはちょっと勘違いしてたわ。姫神さん、あなたは足を引きずった胃袋を見た。これだな。あなたは実際に足を引きずっている胃袋さんを見たんです。しかし怪我をしたのは荷星三郎のはずですか？ここで思い出してほしいんです。胃袋さんも足を引きずっていたじゃないですか。荷星さんのふりをするために。あ、それはいつだったか？それは殿様の着ぐるみを着て第二スタジオへ向かい、そして殺害されるまでの間だ。その通り。姫神さん、あなたは足を引きずった殿様と会ったのです。このさ、中身胃袋ってさ、知ってたのかな、知らなかったのかな。そこ大事だよね。殿様の着ぐるみには胃袋さんが入っていた。だからこそあなたは胃袋さんが怪我をしたと勘違いしたのです。静粛に3回言った。証人、何か反論は？受けどうだ。今度こそ反論なんかできるはずがわけがないさ。じゃあ聞かせてもらおうじゃないの。うふ。真犯人というものはどうしてこうしつこいんだ。もうそれはな、死刑台に行くか終身刑食らうか無罪かのねえ瀬戸際だから、それはそうだろうよ。私が胃袋の死を望むその理由は何なのさ。落ちぶれていたとはいえスターだったんだよ。あいつが死んだって私には何の得もないじゃないか。ふむ、動機というやつですな。確かに彼女はなぜ被害者を殺害したのか、その理由はまだ明らかにされていませんな。いかがですか弁護人、ズバリ動機を証明することはできますか？いや、証明はできないけど、多分荷星だと思って殺したんじゃないかなって思う気がすんだよね。だってここでは被ってるし、あの時もそうだったし、さすがにな。ってなんか死んだ時もなんか被ってなかった？いや、できるでいいんじゃないか、これは。わかりました。証拠品をお見せしましょう。この事件の動機を物語る証拠品は、ちょっと念のためこの辺も見とくけど、これでいいんじゃないか。さすがにちょっと怖いからセーブさせて。今まで出してない証拠品ないよね。これもあるし、これも出したし、ちょっと違う理由だったけど、これは出してないけど、これはもう、どうでもいいんだな。これも、今出したばっかだけど、かぶってんだよな。いや、これじゃないか、さすがに。これがどう動機につながるのかな。なんでここに来てこんな難しいんだよ。くそ。いや、これか、これだと思うんだよな。これで、これ、煮干し、あれかもわからんよな、みたいな。
で、こっちはなんかその胃袋との関係性を示すというか、いやでもさすがに関係ないか。ちょっと同じ証拠品を二度出すのはちょっと怖いけど、やってみるわ。あ、合ってるっぽい。これだ！迷いちゃん。なんで私に見せるの？ちょっと実験。ふーん。失敗みたいだよ。実験。弁護人。はい。早くしてください。こういうのはテンポが大事です。はぁ、あ。では、今度こそお見せしましょう。この事件を、あー待って待って、セーブさせてほしかった。あ、でも、減らなかったな。だったらこれか？もうこれしかないな。証拠はこれです。これは、さっきの写真ですか？これが、今回の事件の動機を物語っているのです。ふん。そうですね、姫亀さん。5年前、スターダムの頂点に立っていた胃袋さんは、姫亀さくらの力で自我をもむけしてもらった。今回の事件は、その時から始まっていたんです。皮肉なことに、胃袋さんはこの事故をきっかけに、スターの座から転落することになってしまいました。罪の意識があったのだろうな。そうだな。揉め消してもらってもなお落ちぶれたってのはそういうことだもんね。しかし、姫神さくらはそんな胃袋さんを利用した。格安のギャラで胃袋さんを散々こき使ったのです。ふん。では、今回の悪大カーンの役も。胃袋さんにしてみれば屈辱だったでしょうね。うむ。ちょっと待ってください。なるほど、君。さっきからあなたは胃袋さんの話ばかりしている。これではまるで、胃袋さんが姫神さくらを殺害したように聞こえます。返り討ちにしたってこと？しかし、姫神さんの方はどうなんですか？そうさ。あんたの話によれば、私にとって胃袋はいい金づるじゃないか。そんな都合のいい男、私は手放したくないね。弁護人、彼女の動機を教えてください。いや、ここはちょっとさすがにセーブだ。ここは絶対にセーブだ。まず一回間違えるチャンス終わるけど。動機？動機ですか？動機ですか？動機？あれじゃないか、煮干しを殺すつもり。なんで、でもそもそも煮干しをなんで殺したいのって話になるもんな。動機などない？そんなはずはない。絶対そのはずはないからこうだ。わかりました。では、姫島さんの動機を示す証拠品をお見せしましょう。これじゃないのかい、さすがに。これは違う、これも違う、これも関係ない。またこれの可能性もなくはないけど、これがどう動機につながるのかっていうね。これ死んだのがさ、自分の彼氏とかさ、旦那とかそういうの可能性ちょっとなかったり、あったりしない？か、煮干しを殺すつもりで、やったけど、間違えて。結局、未だにさ、胃袋がなんで殿様の格好したかってのわかんねえんだよな。あれかね、煮干しが殺されることを知って身代わりになったとか、そんなことねえよな。あるかな。
まあ一応セーブはしたし、間違える機会も一回あるから、一回こっち行ってみようかな。合ってる。この証拠はこれですよ。それが、あれ違う、姫神さんの動機を物語る証拠品ですか。弁護に弁護士の狂気を物語る証拠品じゃない。うまいこと言いやがって。弁護人、しっかりしてください。これはペナルティを受けていただきます。なるほど君、あと一歩なんだよ。お願いだからよく考えてよ。弁護人、もう一度聞きますよ。彼女の動機を教えてください。まあだとすると、もう本当にこれしかないな。突きつける。その証拠はこれですよ。あれ、やっちまったか。これはやばい。ペナルティ受けていただきます。ああ、え、そこまで。本法廷はこれ以上の審議を必要性を認めません。しまった。被告、え、被告人、煮干し三郎に判決を言い渡します。負けちまった。被告人はこれより身柄を、支直に預けるものとし、1ヶ月以内に高等裁判所において通常裁判を受けることとします。では本日はこれにて閉廷。あ、煮干しだ。これはまあゲームオーバーだよな。ああ、そうなるか。負けちゃったね。初めて負けちゃった。だとしたらなんだ？セーブしといてよかったわ。ちょっとこれは最後までやりたい。2個ある状態からスタートだね。ちょっと、まあ、残念だけど、仕方ない。動機はあるはずなんだよな。ないってことはないでしょ、いくらなんでも。でもこれでもこれでもなかったら何って話になっちゃうんだけどね。槍が折れたから殺したとか、そんなことありえねえよな。サルマゲドンの首が飛んだから殺した、そんなこともないな。これは関係ない、これも関係ない、これもこれも関係なかったんだもんな。待って、動機とかないってこと、つまり。殿様メモリーとかやって出してみる。でも悪大カーンとして起用したのは姫神髪の方なんだよね。単純に返り討ちになったってことなんじゃないかな。だとしたら煮干しが、煮干しがじゃないや、胃袋の目的としては、あれか、煮干しに、友様の格好をして、煮干しに罪をなすりつけて、姫神を殺すつもりだったと。そういうことではなくて、本当にわかんない。これは違う。これもスティーキ食えなかったから殺した、そんなこともねえや。これも違う。で、これも、これも違ったんだよな。だとすると、もう本当にこれしかねえぞ。これじゃなかったら、もう動機がないってことになるけど。いや、怖い。いや、違う、違う。いや、怖えって。もう一回負けてるからもうしょうがないんだけどね。だったらもう動機ないってこと？じゃああれか。胃袋が殺しに来て、でも、返り討ちにしたってこと？動機などない。これでいいのか？彼女に動機なんかありません。なんですって？彼女はただ階段から突き落としただけなんです。ああ、そういうことか。
殺意を持って襲いかかってきた胃袋さんをね。なんだと。簡単なことです。殺意があったのは胃袋さんの方だったんですよ。なんだって。ここでトモサマンミュージックかかるの熱いな。今は何のうざかったのに。いいですか。胃袋たけしは睡眠薬で煮干しさんを眠らせた。わあ、ここなんかすげえ仲良さそうだったのにさ。煮干しに罪を着せるつもりで殺しにいたってことか。ご確認じゃん。胃袋たけしは楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだ。胃袋たけしはそれを着ておばちゃんの目をごまかした。そして胃袋たけしはコテージへ向かった。一体何のために。自分を散々利用した姫神さくらを殺害するためです。あ、終わった。今度こそじゃないか。なんか汗をかいてる感じはなかったけど、あなたがやったんですね。あー、でもなんかちょっといい顔してる。そうよ、犯人はこの私よ。この私が。はあ。あ、医者だ、早くしろ。すごい血だ。もう手遅れじゃ。あ、姫神さん。これは一体、どうしたの？何があったの？匠さんが、コテージの階段から落ちて。匠って人だったんだね。匠くんが、姫神さん、落ち着いて。嘘よ。一体どうして。事故だったんですよ。胃袋さんのアクションシーンで。匠くん触っちゃダメです。胃袋さん、あ、胃袋じゃねえや。姫神さん、いやー、あー、やっぱりなんかちょっと特別な関係だったんじゃないの？死なないで。お願い。あー、ちょっとなんかすっきりした顔してる。おめでとう。なるほど、くん。あたくしの負けね。今度こそ本当に負けを認めた。まあでもこれに関してはでもちょっと正当防衛っていうところもちょっとあるよな。蜜月賢治、姫神さくらは控え室に。冷静なものだ。そうですか。なるほど、くん。はい、どうやらまた奇跡が起こったようですね。まあ一回負けたけどな。はあ、それは違う、裁判長。煮干し三郎は無実だった。だからそれが証明された。当たり前のことだ。これエール送ってくれてる、もしかして。奇跡とかではなく、なるほどが実力でもぎ取った勝利だと、そう言いたいのか。その通りです。では、煮干し三郎に対する判決を言い渡しましょう。無罪。あ、煮干しだ。今度こそ。はあ。では、本日はこれにて、閉廷。いや、ちょっと一回負けたのがすごく悔しいけど、いけたね。午後1時12分。地方裁判所被告人第三控室。おお、いい顔してる。もう、なんと言えばいいのか。ほんと、お世話になりました。よかったですね。はい。ただ、胃袋さん、僕の着ぐるみ盗んだってことは、姫神プロデューサーを殺害して、その罪を、着ぐるみごと僕に着せようとしたんでしょうね。いや、マジで悪いことやってるよな。なんか結果的に有罪になんなかったからよかったけどさ、これはこれでなんか答えるんじゃない。煮干しさんも人信用できなくなるぞ。それだけが悲しいです。なるほどさん、どうして。はい、教えてください。どうして胃袋さんは僕に罪を。あ、今度こそあれじゃないか。わかりました。僕の考えを言いましょう。胃袋さんがあなたに罪を着せようとしたのは、
これじゃないか？それはあなたが殿様だからですよ。どういうことですか？胃袋さんはかつては大スターだった。なのに今は子供番組の、しかも悪役です。悪役も大事だって。子供たちは殿様が大好きです。だからカラーはあなたを憎んでしまったんでしょう。やっぱりですか。一言言ってくれれば。いつでも変わってあげましたのに。ね、そうだよね。素顔を見せてるわけでもないからさ。ああ、まあでも、キュータも言ってたな、動きがどうのって。そういう問題じゃないと思うけど。ありがとうございます。これで、この事件ともきっちりお別れできそうです。よかったな。おめでとうございます、ニボサブさん。いや、ははは。皆さんのおかげで殿様を続けられます。え？打ち切りになったんじゃないの？うう。早くあの汗臭い着ぐるみを。ん？ん？あ、そうか、知らないのか。どうかしましたか？いえ、なんでも。あ！なるほどくん。三つ引き検知が。え？お。来た。お前はどういう意図で俺を助けてくれたんだ？なるほど。何か言え。お前から来たんだろ。苦手なのだ。世間話。ああ、でも好きだな、こいつ。え？ああ。残念だったな、みつるぎ。いきなりそれか。ありがとう。君の協力がなければ、姫神に逃げられるとこだったよ。あ、恐縮です。煮干しと申します。三つるぎと申します。いつもテレビで ご活躍を拝見しております。いつも？まさか見てるのか、お前も。嘘つけ。ああ、違うか。なるほど。私たちはこうして再び出会ってしまった。再び？しかし、出会うべきではなかった。おかげで私の中に余計な感情が蘇った。余計な感情？不安、そして迷いだ。それは余計な感情じゃないだろ？私にとっては邪魔なものだ。いいか、なるほど、龍一。もう二度と私の目の前に現れないでほしい。それだけ言いに来た。なるほどさん。今の方、お友達なんですか？そんな友達なわけないじゃないですか。敵ですよ、敵。ね、なるほどくん。今はね。なんでそう思わせぶりのこと言うかな。教えてよ。それは多分また今度なんだろうな。こうして、この事件はついに幕を下ろした。僕が法廷でぶちまけた胃袋さんの事故は大きく世間を騒がせることになった。しかしその結果、A と撮影所は再び方針を変えて、子供のためのシリーズは続けられることになった。いいじゃん。え？なるほどくん！今日だよ、新番組。一緒に見るんだからね。しかし、本気でやるとは思わなかったよ、まさか。お主。なるほどくんも買うんだよ。トレーディングカード。キータ君はスタッフのことをトレードするんだから。はいはい、わかったよ。でも、よかったね。ニボサブさん、またしようか。え？これの？今度こそ、顔出るかな。ますます出ないと思うよ。なんか、これはこれで夢壊れないか？中身が、ニボサブさんだと。え、てかあれなんだね。監督は、逮捕されなかったんだね。はぁ、あ、うわぁ、終わったぁ。終わったし、なんだこれは。ちょっと、前よりかはカオス感、ないけど。なんかこれ、三つ剣死体のエピソードだったりする？これさ、
お父さんなんてことはないよな。なんか胸のさ、フリフリがさ、なんか被ってんだよな。ちょっとこのホームレスの人が誰だかわかんないけど。ああ、終わっちゃった。まあじゃあこれはここにセーブして。お、え、あれ ?5 話までじゃないの？第4話、逆転、そしてさようなら。これあれか、逆転さようならホームランとかけてんのか？え、でも野球っぽい。あ、今野球のなんかあった？まあまあ、とにかくそれはそれとして、殿様やれたね。まあでも、最後ちょっと負けたのが悔しいな。最初の3回のさ、ミスがあまりにもでかかった。まあ、本当に分かんなかったからしょうがなかったんだけど、あれはそうだね、ゲームのシステム云々とかじゃなくて、あれは完全に俺の見落としだったから、そこはもう認めよう。基本的にここでやった間違い全部自分に返ってくるから、こればかりはしょうがねえな。あ、まあ最後のちょっと動機がないってところだけちょっと、別にそう、正当防衛も別に動機の一つだろうがよ。まあそこだけちょっとあれだけど、まあでも面白かった、すごく。1、2、3、三つ剣もなんかちょっと変な感じで株が上がったね。有能かどうかちょっと別として、うん、有能さはマジでかけらもなかったな、今回の話だと。次はなんか三つ剣メインだし、なんか三つ剣の有能エピソードとか有能シーンとか出たりするのかな。というよりかあれなんだろうか、これで三剣をぶっ倒して改心させてまた友達に戻るとか、ちょっとその辺もちょっとまだ分かんないもんね。バックストーリーがなるほどとの関係性とかも、俺は勝手に小学校の頃のクラスメートで学級裁判をしたのも三剣のためとか、あるいは三剣と戦ったか、なんかそんな感じがするんだけど、まあそれはまあやってのお楽しみってことだと思いますね。うわぁ、長丁場あったね。ちょっとカットも挟んだりしたけど、まさか2時間近く行くとは。マジで撮っといてよかったわ、時間。カット挟んでるから今1時間43分になってるけど、マジでもうあと5分長かったらもうやめなきゃなかったもん。だからよかったわ、ギリギリで。うん、じゃあ次は第4話からスタートって感じかな。つうわけで本当にご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。